はい、どうも、こんにちは。昨日ね、シュガーやったんですよね、たけるくんがね。久しぶりに長かったんじゃないかなと思いまして。LINE でね、何人かからシュガーやりますよって来たんで、マジかと思ってシュガー見たら、出るんですね、シュガーにね。何時間後みたいな感じで、たけるくんが。2時間後ぐらいになってたんで、8時ぐらいからかなって言ったら9時からやって。割とね、珍しくね、時間通りにやりましたよね。ぴったりで。遅れることもない感じで始まったなぁなんて僕は思うんですけど、で最初なんかね、音がね出なかったです。やっぱまだちょっと不具合がね、ところどころにねありますよね。なんか画質を良くすると止まったりとか、なんかそういうのも竹雲したし、まだなんか完璧ではないのかなぁなんて思ってるんですけど、まあでもまあまあまあそこもご愛嬌なぐらいな感じですかね。そんなに見づらいって感じもなかったですけど。まあ、あと、思ったのが昨日のシュガーは北海道からのね、配信っていうのがまずね、背景がね、違いますよね。なんかホテルからですかね、あれね。今、撮影中なんですね。ファーストラブですよね、北海道といえば。の撮影で入ってるんだなっていう。それ考えたら結構、大変なんじゃないのかなと思ったんですよね。だって舞台挨拶してたでしょ、そのちょっと前に。前日ぐらいですか、あれって。新宿行ったのってのは。江口さんと。でも、すでに北海道で撮影入ってるっていう。まあ、ホテルっぽい背景だったっすよね。後ろにスイッチとかがあったりとかしてて。いつものたけるくんの部屋のなんかおしゃれな感じとはちょっと違って。割と生活感があるような空間だったから、なんかそんなとこでやってるんだなぁなんていう。だと、武田くんが言ってたのが手持ちでやってるんだよねって言ってたんですね。スマホをね。いつもだったらこう、ね、こうセッティングして、今僕もそうなんですけど、こう、三脚とかにセッティングしてやるんでしょうけど、まあ絶対その方が楽ですからね。手持ちは結構大変だと思いますよ。なんで、手ぶれするかもしれないって言ってましたけど、手持ちでのね、配信はかなり労力だと思う。よくやったなぁと思いますよ。1時間半もね。あんな長い時間を。あとまあ、T シャツのね、出した A のね、T シャツの話ですかね。うん、その宣伝も兼ねてたって感じが。あとまあ僕がちょっと感じたのは、なんかちょっと顔が疲れてたんじゃないかなっていうところですかね。まあ、当然ですけどね、ハードすぎるじゃないですか、スケジュールが。めっちゃスケジュールがハードだろうなと思ってるので、ね、お腹減ったっていうことをずっと言ってたから、お腹減った、お腹鳴る、お腹減った、お腹鳴るって言ってたんで、音聞こえてないよね、みたいなこと言ってたんで、なんじゃないかな。顔が本当にね、僕はちょっと心配になる感じぐらい、疲れた顔だったなっていう気はしました。なんか、いつもの感じではなかったっすね。目が疲れてたかなっていう感じですかね。あとね、まあ、なんか思った、なんか話をしてるところでちょっと僕が感じたところをポロポロ言いますけど、江口さんの話ね、江口さんと新宿行ったっていうやつ。あの話は良かったっすね。江口さんと新宿で待ち合わせて、行ったと。で、その話をもう今 YouTube で上げるために編集してると。江口さん自体がもうタケルあれだろうって YouTube とかやってんだろうみたいな。俺出るよみたいなことを言われたと。で、宣伝になるんだったら何でもやるよっていうことを言われて嬉しかったって話をね、してて。なんか監督と主演のね、タケルくんがね、一生懸命やるってのはやっぱりわかると。でも、それ以外の人たちも、出演者の方たちも、本当にこの映画のことを愛してくれてるんだなとか、考えてくれてんだなっていうことを実感して、江口さんもそれに対してちゃんと口約束じゃなくてやってくれたのが嬉しかったって話が、これいい話だなと思いましたよね。あとなんか、視聴者の方っていうか、いいファンの方の中で、質問の中で何個か面白いなと思ったのも一個なんですけど、要するに、たけるくんはどういう風に見てるんですかって作品を。俳優として見てるのか、まあ、流浪なんかを見るときもね、客観的に見てるのか。
あと、他の、例えば、ネットフリックスとかで海外見たりとかもよくしてるけど、それは果たして、作品を楽しんで見てるのか、それとも俳優という視点で見てるのかっていう話があって、それに対してなんか、武田君が面白いこと言ってて、携帯ポイントっていうのが俺の中にあるという。それはすごい面白いなと思いましたね。なんか人間、人って面白くなくなると携帯を出して見出すみたいな。その携帯を出して見出した時点で、その作品自体のが、ここはだるくなってるっていう。それをなるべくなくすっていうことを考えて作ってると。人の作品を見ても、ここはちょっと、携帯ポイントだなみたいな、だるくなるなっていうのを感じて、自分の作品にはそういう風にしないようにするとか、何かしらこう考えてしまうというところですかね。まああとそのファンの人の中でやっぱ一番面白かったのは AD の何回か出た人で AD の人ですよね。でタケル君にいつか出てほしいと、作品にその番組に。で、フレンドパークみたいな番組だっていう話で言ってんで、タケル君面白そうじゃん。それ俺出たいやつじゃん。オファーもしたことあるんですよ、みたいな話をしてて。結局バレたんですよね、番組がね。見てる人たちが。それじゃないって言って、オトラクションですよね。最近やってる、本当に4月からやってるってやつで。芸人さんがやってるやつですよね。で、君たちは、あーって、なんか、名前は知ってるよみたいな感じのタケル君のリアクションだったんですけど、でもそのタケル君のね言ったね判断っていうんですかね、言葉が僕はすごく好きでしたね。うん、まず今すごい出てるよと、いろんな番組に、バラエティに、もう今までの人生の中でもこんなに出てる期間がないぐらいめちゃくちゃ出たよねと。確かにそうなんですよね。タケル君は本当にいろんな番組にここ最近出ずっぱりですよね。でもそれはなぜかって言ったら、タケル君自体は流浪だから出たっつってですね、流浪ありきだと。この最後の流浪のこの作品を成功させるためにプロモーションとしてどんなことも受けようっていうことってことですよね、これはね。だからバラエティもこんなに出てるし、いろんな番組にも、まあある程度ね、普通だったら断るようなやつでも全部出てたわけでしょ。それはもう流浪の宣伝をしてくれるっていうことだから全部受けてるっていうことなんですよね。でもそれが一通り終わるともう多分出ないと。でそれはだから一生そういうこともなくなると。でこれから先じゃあバラエティに出る、どうやったら出るのかというと、千鳥の番組だけは出たいって言ってましたよね。今後はもう千鳥の番組だったらバラエティは出るけど、それ以外はまあ多分これから出ないねっていう話だったので、なんかそこはすごく面白かったですね。なんかタケル君の考えが聞けたなと。バラエティだったら全部 OK じゃないんだなっていう、フレンドパークが好きだからとかそういうレベルじゃなくて、どんな番組出るにも今は流浪があるから万全なんだよ。でも自分が好きなものはバラエティも出たいってことですよ。だから千鳥は好きだから出たいってことですよね。多分タケル君が好きな番組だったら出るんでしょうね。まあ、そのために独立もしてるんだろうし、だからここはすごく面白かったと。でこのね、やっぱ AD の人、この女の人もすごくキャラクター良かったですね。まあすごく面白い方だなと思いましたね。一人焼肉が行ってきたんです、自分へのご褒美でと。それは恥ずかしいですよね、女としてって話をして、タケル君はいやそんなの絶対恥ずかしいですよ、逆に男はそういう方が好きだよっていう話をしてたんですけど、もうタケル君に僕はもう共感です。本当そうですね。多分そういう男の人は、男の人はそういう方が多いと思いますよね。なんかその方が親しみ持てるじゃないですか。なんかキャラは良かったなと。あとはプロポーズの話もね、してましたよね。プロポーズ。まず、今までやったこともなし、これからやるかどうかすらも考えられないと。まずその、なんだろうか。今こういう仕事をしてるから、頑張っていろんなことやってるけど、本当の自分は本当目立つのが嫌いだっていうことを言ってましたよね。ああ、なるほどなぁと
思いましたね。なんかたけるくんのその星って僕何回も占って言ってますけど、やっぱりね、あの保守的な星なんですよね、うん、ものすごく保守的で、よくインタビューでもたけるさん寡黙とか言われるじゃないですか。まあ本当そうだと思うんで、純日本人な感じの、一番日本人を象徴するような星なので、目立つこと嫌いなんだろうなと。派手さのない星なんですよね。そのまんまだなとちょっと思いました。そんな感じですかね。なんか昨日の一週間はこうたけるくんが疲れてるなーっていうのを、僕はすごくそこだけ気になりましたね。テンションがね、いつもとちょっと違ったなと。もっとなんかいつももうちょっと明るい感じなんだけど、今回は結構疲れてるなーっていう。もう目が本当に疲れてたんで、なんかね、無理しないでほしいなーって思いましたね。まあファンに対してね、まあそろそろシュガーやんなきゃいけないんだろうなっていう気持ちもあったんだと思うんですが、いやー、そんな忙しい中無理させたくないなーっていう感じは皆さんもあると思うんですけど、うん、無理しないでほしいなーと。体壊したらね終わりなんでって思いましたね。まあそんな感じです。ではでは。